どうも皆さんこんにちは、中村です。よろしくお願いします。ということで本日はインのスタグラム、インランドスタグラムの方で募集をしました。皆様のお悩みをですね、僕がですね、人生で何も成し遂げたことがない僕がですね、皆様のお悩みをポッポッポンと答えてきますので、よろしくお願いします。お悩み相談第9話ということでね、もう第何話かね、もう皆さんどうでもいいでしょう。僕もどうでもいいと思ってますよ。でもなんかもう続けなきゃって、なんかもう惰性でね、惰性で続けてます。第何話かね、よろしくお願いします。今夕方ぐらいに撮ってるんですけどね、クーラー来てます。クーラーずっとつけてたらね、電気代どん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 上がっていくんで、古いね、クーラー使ってるんでね、どんどんどん上がっていくんで、今クーラー切って、窓閉め切ってます。なぜ窓閉め切ってるかというと、もう近くにね、もう車がビュン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 通ってね、もう雑音がすっごい動画の中で入るんで、今窓閉め切ってます。クーラーつけてないで、扇風機ないで窓閉め切ってます。死にそうです。死にそうです。暑さで死にそうなんですけどね、でも暑さ死にそうですはちょっと盛りました。なんかまだ耐えれるかなって、まだ耐えれるぐらいなんですよ。今日なんかそんなにジメジメしないので、今日耐えれるかなって感じなんですけど、もしかしたら暑さでくたばるかもしれません。僕がくたばるか、皆さんが先にくたばるか、どっちが先にくたばるか、本日もよろしくお願いします。 TikTok で流れてくる文字とサンリオのキャラだけ載せた悩み、全部クソしょうもね。まあ TikTok 自体がしょうもないですからね、僕含めね、僕も 4,5 年ぐらい TikTok やってるんですけど、しょうもないですからね。もうしょうもない人間ですからね、もうしょうがないですよ。これはもうしょうがないですよ。もう TikTok なんてね、しょうもないもの見る時間なんで、しょうもねえなって、クソしょうもねえなってね。それでいいんですよ。まあ、TikTok で一番しょうもないなと思うのは、女性代表して恋愛相談乗ってる女性ね。あれが一番しょうもないですからね。お前に何がわかるんだって、何代表顔してるんだって思いますからね。まあ、今現在 TikTok に何かの代表になれる人材は一人もいません。すぐ病んじゃう。わかりました。あなたを元気が出る言葉で励ましたいと思います。大盛り成功、大盛り成功、おやすみぷんぷん、みすみそ。奇数グループでいつも一人になる、これわかりますよ。もうこういうのを考えるのがめんどくさいから一人行動するんですよね。これわかりますよ。でも僕もたまにね、こう、飲み行ったり、ご飯行ったりね、遊び行ったりとかするときに奇数グループになるときあるんですよ。僕はサシとかだったらね、喋れるんですけどね、もうなんか3人とかもう5人とかなるとね、喋らなくなるんですよね。それでなんかもうあっちが盛り上がってて、僕だけ一人みたいな、それで全然わかりますよね。でもそういうときにね、撮ってほしい行動があります。あなたはね、そうずっともう喋らない。もう無理して喋らない。で、こう黙っとく。そしたらあっちが、ねえ、何々どう思うって言われるんで、その時に無視してください。その場が凍りつくから。大学生詐欺で借金つらい。これはまあ完全にご愁傷様です。ご愁傷様でございますけれどもね。まあなんかニュースで見ましたよ。なんかマルチ勧誘的なやつですよね。なんかセミナーで、おい稼げるぜみたいな感じで騙して、大学生を騙して、で、大学生だからお金がないから頭金のなんか何十万を消費者金融でなんか借りさせて、その詐欺グループが儲けるみたいなね。これはまあ完全にまあ詐欺グループも悪いですけど、あなたも完全に悪いです。あなたも完全に悪いですね。引っかかっちゃダメです。まあ、引っかかったからしょうがないけどね。次は引っかからないように。でもまあそんな楽にね稼げることなんてないからね、そういうお仕事なんてないですからね。高卒の僕でもわかるけどね。大学生ですよね。大学生、そうね、勉学に励んでね、頑張って大学に入ったけれども、それはわからなかったとね。数学とかなんかそういうのはできたけれども、そういうのはわからなかったと。でも高卒の僕、そう農業高校出身の僕でもわかったけどね。まあこれはしょうがないね。しょうがない。次引っかからないしようか。でもその大学生詐欺で借金辛い方でも稼げるビジネスがあるんだけど、どうですか。彼氏33歳、私24歳で同棲3年してるのに、まだプロポーズしてくれません。これ最初に言ってきます。プロポーズされません。プロポーズされません。これよく見るパターンですよね。ダラ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 付き合って、ダラダラダラ同棲して、あなた24歳ですか？多分28歳ぐらいの時に振られます。こう振られてもう結婚できないとか言われて、結婚するって言ったんじゃないの？待ってよーとか言って、友達に愚痴るんですよね。あー、結婚できると思ったのにあのクソ男とか言うんですよね。その自分からもしましょう。プロポーズしてくれませんね。もう幻想です。男がプロポーズでも決まりはない。でもあなたからね、もう結婚したら、あなたから行きましょう。泥臭く結婚しましょう。そんな、結婚は綺麗なものじゃないです。もう泥臭く結婚しましょう。ね、白馬に乗った王子様だと思ってるんですか、彼氏のこと。まあ、彼氏はもう白馬に乗った王子様じゃないです。徒歩の一般人。徒歩の一般人なんで、もうすぐもうあなたがプロポーズしましょう。もうそれはもう幻想なんでね。で、どうせ愚痴るんでしょ、そう、どうせ、振られたとかで友達に愚痴るんでしょ、古民家カフェとかに集合させてね、友達、振られちゃった、古民家カフェで、うわーって泣くんでしょ。まず古民家カフェに謝ってください。友達がピーカツしてるらしい。しかも、とか、とかもしてるって自慢された。どう反応したらいいの？ということで、まあ、どう反応っていうか、とりあえず、その友達のために、性病をエクセルでまとめましょうか。友達のモテてるかも自慢がすごい。モテてるかも。私、モテるんだ、じゃなくて、モテてるかも。あんまり聞いたことないですよ。私、モテてるかもって聞いたことないですよ。なんかこれ見積もりが甘いんじゃないですか、自分に対するね。今日、電車乗った時に、隣が男の人だったんだ。モテてるかも。今日、街中で歩いてたら、目の前が男の人だったんだ。
モテてるかも、ちょっと未来へのね、未来への見積もりほんと甘いんですよ。カス未来予想図2。体目的と本命の見分け方がわからないです。彼女できない、世界が悪い。うんうん。全部、お前が悪い。急に折り鶴を大量生産してしまう。え、お見舞いが生きがいの人？最近セフレの曲入りすぎてて、純粋な恋愛してる側が異常みたいな事態が起きているということで、これはあなたたちは間違ってないですよ。セフレの曲を作る方が悪いですから、あなたたちは間違ってない。もうまっすぐな恋愛してくださいよ。もうその、セフレの曲作ってる、その金髪マッシュね、金髪マッシュ。金髪マッシュをですね、金髪マッシュボーカルをですね、まず丸刈りにします。五輪にします。五輪にした後にそのオーバーサイズのシャツ脱がして、タンクトップ着てます。そしてもうセフレの曲とか作れせません。もうね、その金髪マッシュ、元金髪マッシュの丸刈りにはね、なんかメリケンサックを置かずに白米を食べるみたいな歌を作ってもらいましょうか。36歳上の先生に恋してしまいました。この恋実りますか？ちなみに妻子持ちです。気持ち悪いです。最近脇がが多すぎる。酸味がすごい臭い。手羽と大根を煮詰めたくなりました。友達の話が面白くない。話してても楽しくない。あー、遅刻するとこだった。今日暑いね、今日暑いね。晴れのち曇りだよね。今日晴れのち早く曇ってくれないかな。もうでもなんか時々雨だったよね。わー、体育の授業やりたいのにな。雨降ったらできないもんね。にしても暑いな。湿度がすごいね。湿度がね、すごいなぁ。しかも、明日曇りだよね。明日も曇りのち時々雨だからさ、もうほんと最悪。湿度がすごいね。湿度がすごい暑いな、ほんとになんかもう曇ってくれないかな、早く。そういえばさ、今日さ、マック行かない？放課後。ね、マック行こうよ。なんか新作のさ、マックフルーリーが出たらしいからさ、食べようよ。ね、マックフルーリー食べながら一週間天気予報について話し合おうよ。アイドル BL 創作でしかムラつかない。あんたかっこいいよ。アイドル BL 創作でしかムラつかない？かっこいいよ、あんた。その感性大事にして。なかなかその感性ってね、モテないから。すごい、あんたかっこいいよ。僕なんて黒タイツに興奮するからね。生の黒タイツ、映像の黒タイツも黒タイツ、俺みっともねえよ。俺あと何年黒タイツに興奮すればいいんだって。俺だってアイドル BL 創作でしかムラつかないみたいな、その特殊な感性欲しかったよ。俺その特殊な感性持ってねえんだよ。ね、俺もう黒タイツ、もうベタな黒タイツ、もうデニールがね、もう薄っけな、みっともねえ俺。あんたかっこいい BL 創作、俺みっともねえよ。写真フォルダの表示に彼氏と元カノのツーショットがたくさんあった。どうしたらいいですか？皆さん行きますよ。いつもの行きますよ。せーの、安心して。元カノのツーショットは AV みたいなもんだから。ベストオブコメントのコーナーでございます。前回の動画はですね、安時給の生き地獄、視聴者に聞いたバイトのだるい業務内容でございました。早速ですが、前回の動画のベストオブコメントは、中ムってバイト顔だよね、社員顔ではない、わかる、社員だとしても絶対に信用されなそう、爆笑爆笑です。おめでとうございます。ドンピシャのね、コメントありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。